ですか。まあ結構 SE にやってるのもあるかもしれないですけど、歪み少ないんじゃないですか。本当ですか。うん、前回よりいいと思います。ああ、はい、もうちょっとやり始めてるからもあるかもしれないですけど、そうですね、前はだいぶね、うん、最初のあれが硬くて入ってないなって感じでした。そうですね、はい、どんだけ硬いとかね、うん、硬い入らないから入ってない感じがしますね。だからね、表面痛いですよね。でも大丈夫です。なんか、変わりました。あ、そっちの方がなんか入りやすいですね。角度的に上から行くと全然張りが強くてダメでしたね。そうですね、うん、力の方が確かに入ります。いやーどっちもですね。右は右でこれもこれで、うん、あるある、しっかりあるある、こんなにあるある、たっぷりありますね、がっちりと。左もだな。
まあ、座ってるってことになりますもんね。そうなんです。練習とか。どうしてもまあまあ、もう固定されちゃいますもんね。そうなんです。携帯だとまだなんか寝っ転がったり立ったりありますけど、練習はね、練習はもう座ってばっちり。もうね、結構時間も長くなりますしね。そうなんですよ。目使うし。考えながら。そうなんですよ。うん、大変ですね。気がつくと外暗いじゃん。ああ、そうそうそうね。そうそうそう。時間かかりますね。あと何を食ってとか。ああ、まあそうですね。なんかね、あ、お腹空いたみたいな。そうそうそう。はいはい。そうです。私もだから夜始めるとなんかやっぱり3時間ぐらい経ってたりしますからね。なんかやっぱ気になりだすと一応あこれもちょっとキャプション入れようかなとかです、ね、あちょっとここズームしようかなとかです、ね、やるとやっぱり長くなりますね。ありますよね。残るからねやっぱりなんかその時急いで作って後々あとあって思うの嫌だからなっていうのがあるし。そうですね、うん、ですよ。おでもなんかあんまりこだわりすぎると全然上げられなくなるし。ですね。難しいですね。本当難しいですね。何事もなく加減とか、まあ、あと好みが人それぞれありますからね。そうですよ。これがいい、あれがいいがみんな違うし。そうです。全然違います。おお、気持ちいい。これありますね。いやー、いいっすね。痛い、すいません。そうですね。これ結構なんかキワキワな感じですね。ですよね。おお、来た。冷えてますね。あ、なんかね、急に、まあ、冷えてきましたね。温度が下がってるのもあるんでしょうけど。そうそう。結構例年冷え性ですか。いや、そういう自覚は全く。あ、そうなんです、ちょっとお疲れだから今。だと思います。はい。
でした。ああ、よかったですよ、ねえ、結構なんか、哲也さん流してあげた方がいいものがある感じします、ね、ただまた落ち着いてからで、そうですね、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。シェアとかコメントをしてくれるのも嬉しいです。よろしくお願いします。 See you.